岡村康二、岡村康二、岡村安次、1884年、明治17年5月15日から1966年、昭和41年9月2日は、日本の陸軍軍人、品派県軍総司令官、北品方面軍司令官、第11軍司令官等を歴任し、下には陸軍大将軍一等校一級に上る。父は江戸幕府に仕えた。 岡村康久氏。元妻の星野理恵と死別した後、貴族院議員、加藤右兵の娘と再婚する。陸軍三馬ガラスの一人。早稲田中学校、東京陸軍地方幼年学校を経て1903年、明治36年、陸軍中央幼年学校を卒業する。1904年、明治37年10月に。 陸軍士官学校を16期生として卒業し11月に、不評少尉に任官、不評第一連隊補充隊付を命ぜられる。同期には岡村を含めて、三馬ガラスと呼ばれた、長田鉄山中将、小畑俊志郎将のほか、土井原賢治大将、板垣聖志郎大将、安藤俊吉大将がいる。1907年、明治40年、陸軍中尉。 陸軍士官学校生徒体付を命ぜられる。岡村は士官学校在学中には中国研究をし、この時の生徒隊では中国からの留学生の教育を担当した。1910年、明治43年12月に陸軍大学校に入校する。在校中に大尉に昇級する。1913年、大正2年11月、陸軍大学校。 二十五期を卒業し現隊である、不評第一連隊中隊長に補えされる。1914年、大正三年から参謀本部で勤務し、同六年には北京駐在院として中国勤務を経験する。1921年、大正十年六月から半年間欧米に出張する。1921年、 大正10年の欧米出張の際には10月に、スイス公使館付、武官永田鉄山、ロシア公使館付武官の小畑俊四郎とドイツのバーデン・バーデンで会い、翌日には、東条秀樹が合流した。会合では、派閥解消、人事雑新、軍政改革、総動委員体制等について密約したというバーデン・バーデンの密約。なお、この密約について、詳細は明らかではないが、 後の極東国際軍事裁判で検察側が、軍部独裁につながる端緒であるとして取り上げている。帰国して1922年、大正11年2月不評第14、連帯大隊長に就任する。翌1923年、大正12年から上海駐在となる。1927年、昭和2年7月に、陸軍大佐に進み不評第6連隊長を、 名ぜられる。翌1928年は参謀本部内国選手課長へ就任。1929年、昭和4年8月から陸軍省人事局部任課長に就任する。部任課長在任中に3月事件に関わる。これは、宇垣一世陸軍大臣を主犯とする軍事政権樹立を企てたものであったが、テロ等の非合法手段を用いた計画でありあたりの、 うがきが直前になって反対したため頓挫した。事件に行ばくか関わったのであれば本来なら、何らかの処分を受けるところだが、小磯国明軍務局長、二宮春重参謀次長、立川美次参謀本部、第二部長等陸軍上層部の事件に関わっていたことから、この件は隠滅され、岡村も処罰はなかった。1932年、昭和7年2月に、 上海派遣軍参謀副長として転出し、同年8月には関東軍参謀副長に就任、1933年昭和8年2月から満州帝国中殺陸軍部官を兼ねる。同年5月31日には国民政府軍の全権だった何王金と探空協定の締結にこぎつける。1935年昭和10年3月に参謀本部、 第2部長として中央に復帰、翌年3月に陸軍中将に干せられ、第2師団長に任じられる。師団は内地にあったが、1937年、昭和12年4月に満州に派遣され、同年7月には露光橋事件が発生し日中間で全面戦争に発展していく。1938年、昭和13年6月新設の、 第十一軍司令官に就任する。第十一軍は中止な派遣軍の霊下部隊で7個、師団1個独立混成旅団を統括し、同年10月の武漢攻略作戦では大いに活躍した。司令官在任中の1940年、昭和15年2月に、軍一等旭日大受賞を受賞し、同3月には、軍事参議官へ移る。1941年、 昭和16年4月に陸軍大将に進級すると、同年7月には北品方面軍司令官に就任する。岡村は司令官着任時に、滅教愛民との理念から同年11月に、焼くな、犯すな、殺すなという3回の遵守を訓示した。岡村は3回をはじめとする、風紀粛清によって、放火、殺人、強盗が状態化していた北品方面軍の、 規律崩壊を食い止め、1943年、昭和18年頃までにはかなり規律を取り戻していたと言われている。1944年、昭和19年の大陸脱作戦では、河南作戦を指揮した。同年8月第六方面軍司令官に展示書、桂作戦を行う。1944年、昭和19年11月中国大陸の部隊を、 統括する品派遣軍総司令官に就任する、兵力100万の王女隊である、中国大陸では武漢三鎮、関東を手中に収めこれ以上の攻略は難しいと判断した、大英は部隊をそのまま駐屯させる方針をとっていた。1945年、昭和20年8月に入ると、現地には外国の無線塔から日本が降伏する、胸の情報が入るようになり、 8月11日には大本営がポツダム宣言を受諾する旨を打電してきた。しかし、岡村の指揮するシナ派遣軍は自給戦を行っていたことから兵力がほぼ温存されており、無条件降伏を不服に思った岡村は8月14日、宣言受諾は帝国親民を抹殺する者に等しく、帝国民として断じて昇服し得ざる徹底抗戦遂行に邁進すべく、 ご聖断求める旨を天皇に上奏する。内地の軍中数部でも宣言受諾が大方決まってからも徹底抗戦を求める声が強く、そこへ岡村上奏文が登場したことから徹底抗戦派が勢いづき、岡村はその狩猟とみなされてしまう。しかし翌日、昭和天皇が宣言受諾を決定した旨伝えられると、岡村は考えを改め、少々筆筋 天皇の決断を受けたまわり実行することを、霊化将兵に言命する。昭和天皇は、ポツダム宣言を受諾し降伏するという意向を、徹底させるため戦地に皇族を派遣することとし、陸軍大将の浅香宮鳩彦王、陸軍少将の官員の宮春に王、陸軍中佐の武田宮、常義王の三人をしてその任に当たらせた。外地司令官は、 南方軍総司令官、寺内都市一元水陸軍大将、関東軍総司令官、山田大津三陸軍大将と、品派遣軍総司令官、岡村陸軍大将であった。序列もそれぞれ寺内、山田、岡村の順であり、通常ならば、後続の序列もそれに合わせて、寺内のもとには、朝香の宮、山田には、官員の宮、岡村には、竹田宮が派遣されるが、 岡村は、先の上層文から強硬派と目されていたために、派遣皇族の交流等も考慮されて、岡村の元へ、最も序列の高い陸軍大将だった朝香宮が、派遣された。17日、総司令部のある南京に到着した朝香宮は、岡村に会うなり、抑留の恐れがあるというま、各家は私を、抑留されますかと言ったという。恩臨に降伏となった死の派遣軍は9月に、 中国軍に対し降伏調印することとなるが、この時の中国側代表は、探空協定を締結した際に、中国側全権だった、国民政府陸軍総司令、何王近代将だった。岡村は、極力中国を支援する、要停戦業務にあたり、何は敬意を払って応対した。南京軍事法廷で岡村を無罪としたのは100人、霧競争で、 死刑判決を下した石火油裁判長である。岡村都南大将は、その後日本で再会を果たしたという。1949年、昭和24年1月に復員するまでは、小解析により、最高古文閣として留めようされ、現地で敗戦処理に従事した。帰国後の岡村は1953年、昭和28年に、桜星クラブ、1957年、 昭和三十二年五月から日本共有連盟を結成し七年にわたり会長を務め九百五十四年昭和二十九年には全国遺族等を援護会顧問に就任し九百六十六年昭和四十一年に病没する。また岡村に小解析が接触したことから日本軍将校からなる軍事顧問団白団、パイ団、団長 富田直明の中国名、白、大鳥両からが結成され、1949年、昭和24年から約20年にわたり、中国国党政権に協力した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。